どうもドズルです。さあ今日はですねクラチャンリーグ先週末行われた対戦からお送りしていきたいと思います。前回おとといかな、おととい私の、前回リップをお送りしたので、今日はですねタウンホール10の他のメンバーの前回リップをお送りしたいなと思います。3人ですかね。今回タウンホール10、15人中 4つね、前回が出たのでそちらの紹介をしていきたいと思います。まずは、ジャイルバードさんの攻め、これ、ね、編成がすごい面白くて穴掘り師ですね、穴掘り師を使った、穴掘りラッシュとなっております。穴掘り師なんか名前が変わるらしいですね。まあそれは置いといて、ディガーになるらしいですね。まあそれは置いといて、あの穴掘り師ねすごい強いです。あの結構ボーラーボーラーってねみんなボーラーラッシュをすごいチヤホヤしているんですけれども、ボーラーラッシュと並ぶぐらい穴掘りラッシュ強いんじゃないかってことでね、タウンホール11でもすごい通用する戦術として、使われている戦術なので、また一つ、やってみると面白いかもしれません。ちなみに私ね穴掘りラッシュしたことなくて、どうなんだろう、実際のこうテクニカルな、実況っていうのはできないんですけれども、まあ、ちょっとね、穴掘りラッシュの、あのポイントなんかも解説できたらなと思います。さあまずは、これ食い火いつも通りですね、援軍を釣って、さあここジャイルさんすごいのがこの大量のガーゴイルに対してねポイズンレイジで、しっかりダメージを抑えることというか、私だったらねここあのクローク使っちゃってもね、怖くなってクローク使っちゃうかもしれなかったんですけれども、レイジ、ポイズンでしっかりと、援軍処理をしております。ここをうまくセーブすることによって、でポイズンをね一つ残しているのもまた一つポイントですよね。相手のヒーロー用に、ポイズンを一つ残しまして、さらにここ、ジャイアントプラスウィザードでこの兵舎一つだけをね削るんですよね。この削り方なんかすごいあのびっくりしました。さあここバーバリアンキングでターゲット取りながらウォールブレーカー小箱を確認して壁を開けるんですが、若干ウォールブレーカーは二手に分かれてしまってね、今壁開けに失敗してしまいました。ここでもう失敗かなと思いきや、ここからですね、バーバリアンキングが、U ターンしてくれて、ここアーチャーとは壊した後バーバリアンキング U ターンしてくれて、さっきのウォールブレーカーがね、はまったところを開けてくれます。でここからをアーチャークイーンとそしてバーバリアンキング入れてターゲット、結構高火力の、ところからターゲットを取って、穴掘り師投入ですね。で穴掘り師の描き方なんですけれども、この穴掘り師が投入された時点で、こちらの区画はもうアーチャークイーンでしっかり削ってますし、こっちの区画もね、さらにこっちの区画も、かなりね、なんて言うんだろう、穴掘り師がいきなり中心部に行けるルート、でそこからね、すぐにもう中心部にずっとなんて言うんですよ、横に脇にそれないようなね、ルートを確立できます。これがやっぱ穴掘り師ですごく重要で、中心部からやっぱりどっかにそれてしまうとね、穴掘り師もそんなに体力がめちゃくちゃあるとか、攻撃力がめちゃくちゃ高いとかいうユニットではないので、難しいんですけれども、今回みたいにねインフェルノタワーとインフェルノタワーを、もう一気に直線的につなぎ、かつ、なおかつ最初のダメージでも、インフェルノタワーに到達できるぐらいね、周りをサイドカットしておくと、穴掘り師がね、一番効果を発揮するんじゃないかなと思います。今回の場合さらにね穴掘り師に対して、ヒーラーもついていきましたし、で、2つ目のインフェルノタワーを壊した時に、もうほとんどね穴掘り師が残っていたので、まあ、時間切れの心配もなく、全開ということでね、これぐらいやっぱ綺麗に決まると穴掘り師も強いんだなっていうのをあの実感していただけるんではないでしょうか。かなりの数残ってますよね穴掘り師。はい、ということで最近この特にボーラー対策時に対してね、この穴掘り戦術っていうのがすごく、使われているので、まあ、皆さんもね、タウンホール10以上の皆さん穴掘りラッシュを、一つ練習してみてはいかがでしょうか。多分ね次のアップデートでボーラーが弱くなるんじゃないかなと個人的に踏んでいて、ボーラーが弱くなった後にこの穴掘りラッシュっていうのがね、これ私のリプレイだった、また穴掘りラッシュっていうのが流行るんじゃないかなと思っております。さあ続いて、ワッキーさんのリプレイ見ていきましょう。ボーラーラッシュですね。でボーラーラッシュなんですが、スタートが、これゴレヒーだったかな、ゴレヒーをうまく使って、かなり広い範囲をねアーチャークイーンとそしてゴーリュもうまく使って、攻めて、あこれ違ったかな、クイヒーだったかな、ちょっと曖昧だけど見ていきましょう。で今回のこのギャオ三人なんですけれども、ボーラー対策がねちょっと甘いかなという印象を受けました。最近だとね、中心部からやっぱりボーラーが、攻撃できないような、あこれそうだ、防ヒーにしようと思ったんですけど、2体ヒーラーがね、ゴーレムについたってやつですね。こうゴーレムにやっぱターゲットが、ヒーラーのターゲットがねずれてしまって行っちゃったんですけれども、ここうまくリカバリーしているんでね、そちらにも注目してご覧ください。あのやっぱインフェルノタワーに対して今回は平行に進んでいるんですけれども、まあ、タウンホール10の方だったらわかると思うんですが、インフェルノタワーに対してこう平行に入っていくっていうのはねタブーです。
で、なんでタブーかっていうと、あのインフルのただ同時にね、攻撃を受けてしまうと、やっぱりどんなユニットでもね、回復できない、かつ、じわじわターゲットを削られてしまうので、まあ、基本はインフルのタワーから垂直にっていうのがね、垂直っていうか分かるかな、要はこっち側から攻めて、インフルのタワーに一つから攻撃を受けている、状況を作り出すっていうのがね、タウンホール10の攻めのセオリーなんですけれども、今回はあえて平行に、攻めております。でこれはボーラーラッシュ特有なんですけれども、フリーズ2つを使って、なんていうんだろう、中心部のね防衛施設を一気に固めて、さらにレイジを使ってね、はい、ここ2同時っていうか、同時インフェルノタワーコーラスですね。この同時フリーズによってもうインフェルノタワーほとんど機能しておりません、中心部のレイジプラス2つのフリーズによってね、インフェルノタワーを同時に固めてほとんど機能させなくするというね、かなりあのトリッキーというよりは、なんていうんだろう、あの奇襲戦法みたいな感じで、すごいね、スピードが速い戦術なんですけれども、かなり強いですね、やっぱり。で今回のギャオさんの陣なんですけれども、もう一回言うと、あのボーラー対策っていうのがね、最近では孤立陣っていうんですか、あのボーラーが攻撃できないところにインフレのタワーを置くっていうのがね、やっぱりタウンホール10、11の常になっております。でこれはね、やっぱりクラチャンメンバーの人は今回ね、結構タウンホール10の陣いろいろ見させていただいたんですけれども、徹底してほしいなと思いました。やっぱり今一番流行っている、戦術、前回戦術に対しての、対策陣の意識っていうのはね、常にやっぱガチクランだったら持ってほしいなというところで、今回ね、ボーラー対策を作っていなかった人、ぜひともボーラー対策陣作ってみてください。まあね、多分ギャオさんもちょっと前にね、ボーラー対策陣としてやっぱ巨大爆弾の位置とか見てみると、バルキリー対策だったりボーラー対策陣として今回の陣用意したのかもしれないんですけれども、最近の陣だとね、私の陣とか 見ると分かると思うんですけれども、こんな感じで、インフェルノタワーと壁の距離をね、2マスずつ開ける孤立陣っていうのがすごい流行ってます。で、これに関して言うと、ボーラーがね、要はインフェルノタワーに届かないんですよね、ボーラーの攻撃が。で、ここ例えば、インフェルノタワーの隣に大工の小屋とかを置いちゃうと、それを契機にね、それを踏んで、奥のインフェルノタワーに攻撃をしてしまうんですけれども、あえて2マス何も置かないことによって、インフェルノタワーへのダメージがボーラーから入らないということでね、もちろんクイーンからは入るんですけれども、ボーラーってやっぱレイジ状態だとすごい火力になりますし、すごいスピードでね、中心部ガツガツ進んでくるので、まあ、こういったね、ボーラー対策陣として孤立陣というのはすごくバランスが取れてて強いです。なんでぜひね、タウンホール10の皆さん、一つは、この、なんて言うんだろう、孤立陣というのをね、用意していただければなと思います。さあ、そして最後、今日最後のリプレイ見ていきましょうかね。ワッキーさんのは見たんで、ツンタコさんのを見ていきましょう。さあ、ツンタコさんこそ今度ゴレヒーですね。先ほどは、ゴーレムにたまたまヒーラーがついちゃったっていうパターンだと思うんですけれども、今回のツンタコさんの、攻め方、このゴーレムにヒーラーを4体ですかね、つけて、攻めております。でこの攻め方なんですけど、私もねすごい好きです。このなんて言うんだろう、八角陣の中でもその両サイドっていうんでしょうか、四隅にね、4つの施設を固めている、まあ、若干昔流行ったね、この対策陣に対してはこのゴレヒーっていうのがすごい刺さります。で私の場合は結構これ、ゴーレムに3体のヒーラーとか2体のヒーラーでね、応用することもあるんですけれども、今回はねがっつり4体のヒーラーをつけてます。でこの4体のヒーラーつけてる理由としては、この対空砲の位置にもありますよね。この対空砲がジャンプを打ったすぐそこにあるので、結構ね、なんていうんだろう、入ってからすぐここジャンプを打ってゴーレムがもちろん歩いてくると思うんですけれども、ここでやっぱりヒーラーが攻撃を受けてしまいます。受けてしまうんですが、この、対空砲が、ね、すごい外にあるので、すぐに、ね、アーチャークイーンが処理してくれて、ヒーラーが、ね、1体しかやられずに、済みました。こういった対空砲の位置関係なんかを見て、多分今回はヒーラー多めに、ね、中心部につけていったんじゃないかなと思われます。さあ、ここでまだゴーレムが生き残っていて、一気にボーラーが、ね、中心部からレイジ状態で攻撃をしていきます。やっぱりこのボーラーのね、範囲攻撃の広さ、範囲攻撃の広さっていうよりは、アーチャークイーンも届かない長距離をね、岩で破壊していく、なおかつこのレイジによる火力の高さっていうのがね、ここもフリーズ2発目、インフェルノタワーが壊れた後にフリーズしているにもかかわらず、つまりもうフリーズ1つ無駄にしているにもかかわらずね、今回は余裕の全開ということで、やっぱボーラー対策陣されてない陣に対してっていうのはすごくね、ボーラーっていうのは強く、発揮できるので、まあ、ぜひともね、今回前回取られた方、取られてない方もですね、ボーラー対策陣、孤立陣を持っていない方は孤立陣にするべきかなと思います。ユウさんも多分ね、これボーラー対策として巨大爆弾とかね、中心部に、固めていますし、
あのバルキリーボーラーでね普通攻めにくいんですけれども、やっぱりしっかりねボーラーを中に無傷で入れてフリーズとかをいいタイミングで使われるとね、どうしてもボーラーに落とされてしまうので、ボーラー 2A で終わるんじゃなくて、しっかりボーラー対策をして、ボーラーラッシュにね、対策していただければなと思います。はい、ということで今回のクラチャンリーグタウンホール10の全開、合わせて4つかな、4つお送りいたしました。また次の動画でね、タウンホール8、9も素晴らしいリプレイたくさん生まれたので、そちらの紹介もしていきたいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM ゲームウォレットのご紹介です。このゲームウォレットサイトとなっているんですが、どういったサイトかっていうとね、アプリの課金を非常にお得にしてくれる、サイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリにね課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にね、このゲームウォレットを経由するとなんと 5% コインとして還元されます。使い方は非常に簡単で、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びます。でそのアプリでいつも通りね課金をしていただくと、なんともう反映されているんですね。交換する際はね、iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてね、そのまま課金のプラスアルファにしたり、もしくはね、Amazon カードでなんか好きなものを買ったりっていう使い方ができます。ポイントを交換したら、その場でね、コードとして使用できるので、非常にスムーズですね。さらに今回、私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームウォレットに登録してくれた方限定で100コイン分ね、コインをプレゼントしてくれるということなので、ぜひともこの機会にねゲームウォレット使ってみてください。それでは今日の動画はここまで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。